皆様、こんにちは。東北キリタンです。なんか姿がおかしい気がしますが、問題ありません。この私は、いつものサバゲー動画の私とは別個体なので、さて、今回は、サバゲー界隈でよく燃えるゾンビについて、少し動画でご説明させていただきます。皆様も知っての通り、ゾンビとは、弾が当たってもヒットコールをしない人のことを言います。このゾンビ行為には2種類ありまして、一つはゾンビ、そのまま気がついているのにコールをしない人ですね。そしてもう一つが無意識ゾンビ。弾が当たってるのに気がつかず、そのままゲームを続けてしまうことですね。今回はこの無意識ゾンビにフォーカスを当てていきたいと思います。こちらは、IQ50 くらいのウプ主の作成した無意識ゾンビ説明装置。名前からして、もう、知能指数の低さが伺えますね。こんな感じで紙を貼り付けて実験します。どうでもいいけど部屋汚ねえんだよクソゴミ野郎。はい、紙の上にタオルを貼り付けました。紙が体、タオルが服と考えてください。実験に使うエアガンはこちら、カーボネイト。M45DOC、弾波 0.25、初速75から80くらいですね。まず、こいつで普通に撃ちます。はい、当たり前ですが、タオルから衝撃が伝わり、髪が破れてますね。髪はそのままに次行きましょう。次に全体を傾け、タオルと髪に空間を作って撃ちます。これはサバゲー中、T シャツ装備の肩などが、体を少し前に傾け、シャツと体に空間がある状態を表しています。はい、この通り。タオルにより衝撃が緩和され、髪には傷一つありません。これが無意識ゾンビの原因の一つになります。布と体の間に空間があると、布に弾の威力が殺されて、皮膚に衝撃が伝わらないということですね。布でこの威力の殺され方、ポーチ類の装備なら、もう言わずもがなわかるところですね。さらにゲーム中は、これが10メートル、20メートル、はたまた40メートル以上離れて起きるのですから、意識しろってのが無理な話ですよね。今回の動画は、決して、気がつかないからゾンビしてもいい、と言いたいわけではありません。ただ、こういうこともあるから多少は気がつかれなくてもカリカリしないで、おおらかにしましょうと言いたいんです。っていうか、どんなベテランでも、無意識ゾンビは、絶対にしたことがあります。ゾンビを罵る自分も、ゾンビをしたことがあるということを忘れずにしましょう。それでは、皆様、いいサバゲーライフを。お相手は、私、東北キリタンがお送りしました。